諸君、本艦は英国北アイルランドへの諜報員潜入作戦に出動する。3日後の0300に到着予定。以上。とまあ茶番はさておき、今から3年前にプレイした U ボートにいつの間にか日本語アプデが入ってたのでプレイしていくよ。昔はよくわからんチュートリアルとかしかなかったのに、かなりアップデされたんやな。細かいところは省くけど、公式日本語化とか、グラフィックの改善が大きいね。あとは、使える U ボートの数が増えたりとかいろいろだよ。一応説明しておくと、このゲームは第二次世界大戦時の潜水艦、ドイツの言わずと知れた U ボートのシミュレーターやで、ゲームシステム的には、爆撃機シミュレーターのボンバークルーに近いかな。このゲームも主役は乗組員やな。うまいこと乗組員を操って任務達成していく感じや。そういえば、魚雷の各種設定を自分で決める手動雷撃のハードモードもあるけど、お姉ちゃんはどうしてるの？文系のうちに、あんなくっそ難しい射砲理論がわかるわけないやん。そういうのは、専門の水雷長にお任せや。艦長って、そのあたりの各課長の経験がありそうだけどね。うちはこのゲームで、アラーアームさえ聞ければ、それで満足や。すぐ映画に影響を受けるんだから。お、敵機発見。現在時刻は一旗57。水上航行してたから、昼間ではないとは言っても見つかったかな。一旦、潜望鏡深度で様子見よか。大丈夫そうかな。敵機判定あかんわ。急速潜航、全員艦首へ。急げ急げ。ギリギリ間に合ったか。敵機爆雷投下。すでに90メートルまで潜水してるし、大丈夫ちゃうん。意外と海底ギリギリまで潜水してたんやな。艦艇こすって速度下がるのも嫌やし、少し深度調整しとくか。目標深度を80に変更。第2の爆雷投下音が聞こえへんな。航空機の爆雷搭載能がわからないけど、駆逐艦みたいにむやみやたらには投下してこなさそうだけどね。ほんまに駆逐艦のやつらはポイポイ爆雷落としていきやがって。もうええ加減巻いたか。念のためにあと1キロくらいは水中航行で行ったら。せやな。今回はお客人も召喚してることやし、安全航行で行こうか。どちらにしても潜水艦では航空機に勝つのは難しいからね。さて、もうええかな。潜望鏡を上げ。大丈夫そうやな。それでは英国はアイルランドベルファスト港までごゆるりと。しかし、英国本土までそんなに距離がないけど、敵艦艇と快適しないもんやな。実際問題、この時代の英国本土の対潜作戦はどうしてたんだろうね。ある程度は本土を囲むように哨戒班がいそうやけどな。あ、ちょい待ち。このままやと、ベルファストには真っ昼間に到着してまうな。うちは、ノース海峡を昼間から海上航行するほど間抜けではないで。日没まであと9時間くらいあるし、寄り道するか、速度を落とすしかないね。速度を落としていこうか。前進一速へ。日没になったね。こっから、夜明けまで12時間の余裕ができたな。ベルファスト港へ向けて全速や。で、おいおい、AI に任せてたら、こいつアイルランドを横切るつもりやで。細かいところは、手動で管理しないとね。あのまま行ってたら、うまい具合に目的地に着いたんやろか。多分普通に座礁してたと思うよ。到着時間よし、乗組員の指揮も問題なし、今回は楽勝の任務やな。またそうやってフラグを立てるんだから、帰り道に、哨戒部隊と鉢合わせる未来が見えるよ。これ目的地って、正確にはベルファスト港ではないんやな。ベルファストの近くだね。まあ考えてみれば、敵国の港にスパイを直接輸送するわけないもんな。警戒が薄い周辺地域に送り込むのが定石だね。おう、うっすらやけど、陸地が見えとるな。
港もなんもないけど、これスパイは泳いで陸に上がってもらうんやろな。3月の、しかも夜の海は体に応えそうだけどね。ほい、任務完了。出航してから3日経ってるし、早帰ろ。最後に海軍本部に報告してからだけどね。あ、通信が入った。思ったんやけど、この BDU って何なんやろ？レフューザーバーデアーウンタージーブート、U ボート軍の最高司令本部のことだね。その最高司令部から追加任務が来たよ。ベルファスト港は厳重に防衛されてるから、注意をそらせってことやな。そんなん潜入する前から分かってたことちゃうんかい。まあええわ、司令部からの任務やし、素直に従うしかないんやろな。今度こそベルファスト港へ向けて出発。この辺りで哨戒艇にちょっかいかけれたらよかったんやけどな。いないものはしょうがないし、湾内に進むしかないね。こんな湾内で見つかったら逃げ場ないで。えらく天気が荒れてるね。まあこれやったら見つかりにくいか。逆もしかりやけど、一応いつでも潜れるように甲板振動にはしておくか。これ観測員ってまだ上にいるけど大丈夫なんかいな。海水かぶりまくりだろうね。全然敵艦艇と出会わへんな。周囲にそれっぽい影もないし、みんな寝てんのか。観測員より報告。水平線上に延々ありとのこと。やっと雷撃の出番や。潜望鏡振動へ先行。前方に敵艦発見。総員戦闘配置急げ。進路を迎撃コースへ変更。おい、寝とる場合ちゃうで。あんたの休憩は中断や。とっとと潜望鏡配置へ行かんかい。もう一人寝てるやつもおったな。あんたもや。他にも結構休んでる士官がいるけど、どいつもこいつものんきに休みやがって。こいつは機関士やけど無線も扱えるやろ。行ってこい。まだ敵艦一隻だけだし、配置はこんなものかな。せやな、残りは体力も少ないし温存や。今の状況だと敵艦種もわからないね。駆逐艦か高速艇か、はたまた貨物船か。艦種で攻撃手段も変わってくるし、ここは茜ちゃん自ら潜望鏡を覗くで。そんなに大きそうな艦影じゃないね。駆逐艦じゃなくてコルベット艦っぽいな。沿岸部とかの局地防衛用の船やし、いけるやろ。史実的にはコルベット艦相手でも侮れないけどね。言うても先手はこっちが取ったんや。一発やったるで。ちょうどドテッパラに魚雷が当たるように進路調整してっと。魚雷の計算にはまた時間がかかるか。計算班に水平追加しとくで。この魚雷コースだと少し角度が良くないね。ちょっと艦首調整。観測班より3時に新たな敵艦発見の方あり。まだこっちには気がついてへんやろ。コルベット仕留めてから対応するで。お、だいぶ計算が進んだな。目標まで距離1200。前を通過しそうなタイミングで撃つか。魚雷発射室へ。一番魚雷艦中性艦数。ベベさん。一番中性完了。撃て。ロース。というか一発でよかったの？コルベット相手や、当たりさえすれば十分やろ。次は右から来てる敵艦の対応や。計算始め。こ
この魚雷コースだとどうかな。当たりそうな気はするけど、海も荒れてるし、雷石も見えへんと思うねんけどな。向こうはこっちに気がついてないし、発射コースさえ間違ってなければってことだね。Sekunden bis Einschlag. Drei Mädchen. これは撃沈やな。次行くで。あ、艦首変えるの忘れてたわ。間に合うか。次の敵は MTP-166 高速魚雷艇だね。魚雷艇はアジが速いから苦手なんよな。敵艦進路変更。撃沈された味方を助けに行ったか。そのままこっちをスルーしてくれたら助かるんやけど、と思ったら帰っていったな。ちなみに残念だけど、今の攻撃だけだとベルファスト港の陽動にはなってないみたいだね。さらに奥へ進んでいけってことか。